皆さん、こんにちは。このチャンネルは気になった車のニュースや情報を伝えるチャンネルです。ニュースの内容は様々なサイトのページから抜粋させていただいております。車の情報はウィキの情報を参照させていただいております。またこのチャンネルはあくまでもラジオ程度に聞き流すことを前提に作っているので、移動中や作業の合間にぜひご利用ください。では早速、本日はアコードを紹介します。1976年に145の後継モデルとして登場。かつてはミドルクラスに位置していたが、シビックのミドルクラスへの移行とインスパイアの生産終了に伴い、アッパーミドルクラスへと移行している。また、ホンダを代表する世界戦略車であり、北米市場やイギリスなどで販売台数の上位を占める。1985年にレジェンドが発売される以前と2012年のレジェンド生産終了から新型モデルが国内導入される2015年1月までは同社のフラッグシップモデルであった。なお、2021年12月のレジェンド生産販売の終了に伴い再びフラッグシップモデルとなった。初登場時の形態は 1.6L エンジンを搭載した中型の3ドアハッチバック車であり、同社のシビックからより上位の車種への買い替えを求める層の受け皿として開発された。開発責任者 LPL はシビックも手掛けた木澤博氏が担当。開発は654計画と呼ばれ、先に中止されていた 2.0L 直列6気筒エンジンを搭載するアッパーミドルカー653計画のスタッフが加わっている。初代 SJ-SM 型、1976年から1981年まで販売。1976年5月8日、中型の3ドアハッチバック車として登場した。近い車格では145クーペ以来となる。高燃費低光害を主眼に設計され、アメリカ及び日本では昭和51年排出ガス規制をクリアした CVCC 仕様の EF 型エンジンが搭載されていた。設備投資を抑えるため、シビック用 1.5L エンジンを最大限までストロークアップしたエンジンとなっている。1977年10月14日、1973年11月のホンダ店145セダンの販売終了以来、3年11ヶ月ぶりとなるノッチバックの4ドアサルーンを追加発売。1978年9月1日、新たに昭和53年排出ガス規制をクリアした 1.8L の EK 型エンジン搭載モデルを追加。また最上級グレード EX には当時の国産車では珍しかった車速間ノー型パワーステアリングが標準装備され、その後追加された EXL にはパワーウィンドウが、1800サルーン EXL にはフルオートエアコンが追加された。1800サルーンのダッシュボードはトレーのないデザインとなっている。1979年10月、それまでは2速のホンダマチックに3速オーバードライブを追加し、パワーステアリングを装備した1800サルーン ES が追加された。1980年4月25日、エンジンが CVCC2 にバージョンアップされ、パワーアップとラピッドレスポンスコントロールシステムによる運転性の向上が図られた。同時に、サルーンのヘッドライトを革命4灯式にデザイン変更。1980年7月、1.6L モデルの再登場。クイントと同スペックの EP 型エンジンが搭載された。初代アコードは約90カ国に輸出された。2代目 SY、SZ、AC、AD 型、1981年から1985年まで販売。1981年9月22日、フルモデルチェンジ。同時に姉妹車のビガーが誕生した。エンジンは先代からキャリーオーバーされた EP 型と EK 型の2種。オプションで、前後の荷重変化による車高変化を修正して2段階の車高変化が可能なオートレベリングサスペンションを装着できた。クルーズコントロールは全グレードに装備され、操作スイッチはステアリングホイールに取り付けられた。また世界で初めて民生用カーナビゲーション自社開発のガスレートジャイロ方式がメーカーオプションとして用意された。
運転席と助手席を各々の目的に最適設計した性格分けパーソナルシートを採用している。またこの台よりフロントウィンドウが全てのグレードにおいて合わせガラスとなっており、安全性の向上が図られている。1982年11月3日一部変更、ホンダマチックは4速フルオートマチックへ改良された。1983年6月17日マイナーチェンジ、エンジンフードも変更されセミコンシールドワイパーとなった。前期型では全車逆スラントノーズであったが、サルーンはバーチカルノーズに、ハッチバックは同年登場の3代目シビックにも通じるスラントノーズに変更され、フロントマスクのイメージが大きく変化した。エンジンは 1.6L が EY 型、1.8L が ES 型へそれぞれ変更。また ABS 故障は 4WA-L-B 搭載車も一部グレードに設定された。性格分けパーソナルシートをさらに見直し、サルーンとハッチバックで各々に最適な座面形状に変更している。1984年5月24日 1.8L エンジンに電子制御燃料噴射装置の PGM-FI 仕様が追加された。なおこのエンジンは CVCC を採用していない。アメリカでの販売について、1982年に日本車として初めてアメリカオハイオ州メアリーズビル工場で生産されることになった。アメリカでは非常に高い人気を誇る。なお北米仕様はヘッドライトが初代ビガーと同じく SAE 規格の角型4灯となっている。3代目 CA123456 型、1985年から1990年まで販売。1985年6月4日セダンをフルモデルチェンジ。国内、北米、オセアニアモデルはリトラクタブルヘッドライト、ヨーロッパモデルは異形4灯式ヘッドランプセダンを採用するなど、シムケチによってフロントフェイスが変更された。搭載エンジンは一新され、新開発のドアエンジンである B18A 型、B20A 型 PGM-FI 仕様とソアの A18A 型の3種類となる。B20A 型はシリンダーヘッドだけでなく、当時鋳鉄製が主流だったシリンダーブロックもアルミニウム製で、エンジン重量あたりの出力効率は当時の世界一を記録した。サスペンションにはそれまでのストラット式サスペンションからダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用。4輪すべてがダブルウィッシュボーン式となったのは FF 量産車として初めてとなる。ボディデザインはフラッシュサーフェス処理により空力に優れ、 CD 値 0.32 を達成した。1985年日本カーオブザイヤーを受賞している。1985年7月20日サンドアハッチバックがフルモデルチェンジに伴い、エアロデッキのサブネームを付与される。シューティングブレークに酷似したフォルムが採用されているが、北米、オーストラリアでは初代店2代目と同様のファストバックタイプが用意されている。搭載エンジンは B18A 型、B20A 型および A18A 型。セダンと異なり、欧州市場でもリトラクタブルライトのフロントフェイスを採用した。1987年5月、国内モデルをマイナーチェンジ。2.0L モデルに A20A 型エンジン仕様の追加、大型バンパー、カラードドアミラー、リアコンビネーションランプの衣装変更、B20A 型のヘッドカバーの金から黒への塗装色変更、2.0L モデルのブレーキローター系の変更、AT の改良、インテリアトリムの変更、電動格納式ドアミラーの追加等が行われた。1987年7月3日、ヨーロッパ仕様と同等の薄型異形二灯式ヘッドライトを装着したアコード CA の販売を開始。CA とはコンティネンタルアコードを意味する。1988年4月8日、アメリカのオハイオ州で開発及び生産された2ドアノッチバックボディのアコードクーペ左、ハンドル仕様の日本での販売が開始され、日本国外の日本車工場の乗用車を輸入して販売するのは、
これが史上初となった。搭載エンジンは A20A 型のみ。同時にアコード CA にもドアエンジン搭載車が追加される。1988年9月、一部変更、 AT にシフトロックシステムが追加。同時にエアコンを標準装備して価格を引き下げたスーパーステージが発売される。発売後、旧本田店がクリオ店とプリモ店に分割され、後にアコードはクリオ店専売車種となるが、このモデルまでは経過措置としてプリモ店でも併売されていた。逆に、後にプリモ店専売車種となるシビックも同じ理由で1987年まではプリモ店とクリオ店の併売だった。4代目 CB1、2、3、4系、1989年から1994年まで販売。1989年9月13日、フルモデルチェンジ。当初は初代から続いていた3ドアハッチバックが廃止され、4ドアセダンのみが販売されていた。なお、ラインナップからアコードが外れたプリモ店には、専売車種として姉妹車のアスコットが投入されている。スタイルは先代のキープコンセプトだったが、サイズは5ナンバーフルサイズまで拡大され、前後が上げられたことによりキャビンの居住性も向上した。先代と同様、4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションだが、サスストロークが増やされ乗り心地や路面への追従性が向上した。エンジンはアルミ合金ブロックの新開発 F 型に変更され、全車4バルブ化されている。トランスミッションは全グレードとも特徴的な7ポジションの4速 AT と5速 MT が用意されたが、2.0 ルソア仕様とアメリカ製クーペワゴンの国内仕様は4速 AT のみだった。室内の内張りの素材を、音がこもりやすいフロアやルーフには新開発のハニカム構造の防音材を採用し、食感も考慮された。また、スタンレー電機と共同開発したマルチリフレクター式ヘッドライトが採用され、バルブのみが取り替えられるタイプに変更された。1990年4月1日、アコードクーペをモデルチェンジし発売開始。このモデルもアメリカで開発及び生産され、エンジンは F20A 型を搭載した。1991年4月4日、クーペと同様にアメリカ開発・生産のアコードワゴンを販売開始。エンジンは F22A 型のみ。1991年7月、マイナーチェンジ。フロントバンパー内のターンシグナルランプのレンズがクリアからアンバーに変更されたほか、セダンとクーペのテールランプが新衣装となったワゴンは変更されず、その他グレード体系の見直し 1.8L の 4WS 仕様を廃止、サイドドアイン、パクトビーム SRS エアバッグ、トラクションコントロールシステム TCS などの安全装備が追加されたのをはじめ、カーナビゲーションが初めてオプション設定された。欧州仕様について、当時提携関係にあった英国ローバーグループとの共同開発によって、欧州専用の4ドアセダンを販売した。ローバー600は姉妹車にあたる。日本国内や北米向けが CD 型に置き換わった後でも、欧州仕様は1997年まで紹介量を行いそのまま生産していた。1992年にはこのモデルをハードトップサッシュレスドアに変更し、アスコットイノーバとして日本で発売。生産も日本国内で行われた。また、1995年からはこのモデルをベースとして、ホンダ UK がイギリスツーリングカー選手権 BTCC へ参戦。ボルボやルノー、ボクスホールなどを相手に序盤は低迷したものの、熟成が進むにつれ成績も向上し、全日本ツーリングカー選手権 JTCC 仕様のエンジンを得た1997年には初優勝を飾っている。5代目 CB3、4、5、6型、1993年から1997年まで販売。1993年9月2日、セダンをフルモデルチェンジ。アメリカの FVMSS 全米自動車安全基準に合致すべく、全車が3ナンバーボディとなった。
この台よりリスクリ返し自動車へアスカとして OEM 供給されている。エンジンはそれまで設定されていたキャブレター仕様の廃止で全て TGM5 仕様になり、トルクパワーともに向上した。主力モデルの F22B 型、F20B 型、F18B 型のほか、スポーツグレード用の H22A 型がラインナップされ、2.2L モデルはそれぞれブテック化が施された。マニクスカース氏によると、足回りのセッティングには黒沢元春が関与したとされている。アメリカ市場を重視した設計のため5ナンバーの日本専用車種アスコット2代目、ラファーガを発売したが、結果はそれらのモデル以上の販売成績を収め、先代よりも堅調な売れ行きを示した。1994年3月、クーペワゴンをフルモデルチェンジ。生産は引き続き HAM にて行われた。1994年10月20日、現行型をベースとしたミニバンオデッセイが発売。ホンダの景気回復とともにミニバンブームの火付け役となり、大ヒットとなった。1995年、アメリカ及びオーストラリア市場向けにエンジンフードを延長し、初代レジェンド用の C27A 型エンジンを搭載した仕様を追加。1996年7月1日、セダンをマイナーチェンジ。外装のデザインに加え、スポーティーモデルの内装は専用のブラックモノトーンに変更される。1996年9月5日、クーペ、ワゴンをマイナーチェンジ。日本製のセダンに準じた外装に変更されたほか、スポーティーモデル、サーが追加される。1997年8月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1997年9月、6代目とバトンタッチして販売終了。モータースポーツについて、EG 型シビックフェリオに代わり、1996年から1997年まで全日本ツーリングカー選手権 JTCC に参戦。2年の間に通称、1X、2X、2.5X、3X と呼ばれる4タイプの車両を投入した。外装はフロントスポイラーがドーム、リアウィングはムーンクラフトと共作による空力パーツを装着。エンジンは H22A 型を 2.0L に排気量ダウンし、吸排気効率を高めるため前方吸気、後方排気のリバースヘッドに変更され、最高出力は 310PS、8500RPM を超える。1996年は服部直樹ムーンクラフトが、1997年にはさらに前後ワイドトレッド化したマシン 3X で、中古シュームゲンがそれぞれドライバーズチャンピオンを獲得した。また1997年はチーム無限ホンダがチームタイトルを獲得している。また、JTCC とほぼ同じ規定だったイギリスツーリングカー選手権にも参戦している。6代目、CF3、4、5、CL1、3型、1997年から2002年まで販売。1997年9月4日、セダンワゴンをフルモデルチェンジ。この台から世界共通フレキシブルプラットフォームを採用し、各地域のニーズに適した車両寸法、形式で生産する方針が取られた。日本仕様は4代目以来の5ナンバーボディが採用されるが、ワゴンのみフェンダー幅が若干広げられた3ナンバーボディとなる。当モデルの前後の衣装を変えた姉妹車、トルネを発表した。また、先代同様にこのモデルもイスクリ返し自動車にアスカとして OEM 供給された。エンジンは F18B 型、F20B 型ソア、ドアの3種類で、全モデルにブテックを採用した。ワゴンはオデッセイと同じ F23A 型がラインナップされる。ミッションは5速 MT と4速 AT のラインナップで、スポーティーモデルには S マチック2AT が組み合わせられる。
また、アコードとしては初の四輪駆動モデルも設定された。安全装備として、SAR2VSA と呼ばれる車両挙動安定化システムが標準装備されるほか、上位グレードのロービームにディスチャージヘッドランプが装備される。1998年5月21日、特別仕様車、ホワイトパールエディションを発売。ダイヤカットタイプの専用アルミホイールやトランクスポイラー、ボーズサウンドシステムなどを装備するほか、専用ボディカラーとしてケイマンホワイトパールを設定する。1999年1月21日一部改良、 2.0LVTS シリーズ全車にホンダレブを採用、SAR および SIRT に S パッケージを追加、 2.0VTS の 4WD モデルに F タイプを追加など。1999年7月30日 2.0LVTS シリーズが平成12年排出ガス規制適合車となった。合わせて特別仕様車クリーンスポーティスを発売。 2.0VTS をベースにアルミホイールや革缶ステアリング、フロントスポーツシートなどを装備する。2000年6月1日マイナーチェンジ、主にフロントグリルとテールランプのデザインが変更がされたほか、スポーツグレードのユーロ RH22A 型5段 MT を追加した。また 2.0VTS にレザーパッケージを設定したほか、新たに 1.8VTE を追加。2001年5月31日、大型ロアスカートや専用アルミホイールを装備した SIR ユーロパッケージを新たに設定。標準装備のオーディオをカセットチューナーから CD チューナーへ変更。2002年5月9日、特別仕様車、スタイルエディション、プレミアムエディション、ユーロ RX を発売。2002年9月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。また、椅子繰り返し自動車に OEM 供給されていたアスカも販売を終了したが、同社は2002年3月をもってオーダーストップし、一足早く在庫対応分のみに移行している。2002年10月、7代目と交代して販売終了。販売終了前月までの新車登録台数の累計は194,172台。北米アジアオセアニア仕様について、アメリカでは乗用車の年間売上のトップ争いの常連であるため、北米仕様はキープコンセプトながらもさらなる大型化がされ、当初から V6 エンジンを搭載するモデルも用意された。また中国、韓国、東南アジア、オセアニア市場にも北米仕様をベースにした車種が投入されており、世界的に見ればこちらがメインとも言える。ボディタイプはセダンとクーテの2種類となり、北米市場で需要が縮小していたワゴンはラインアップから落とされた。欧州仕様について、ボディタイプはセダンと5ドアハッチバックの2種類となり、車体寸法は日本仕様と比較して前幅が広く、全長が短い。生産は英国のスウィンドンの工場で行われた。エンジンは 1.8L、2.0L、2.2L と 2.3L。モデル途中で日本からプレリュードタイプ S 用の 2.2L エンジンを輸入して、搭載したタイプ R とアコードワゴン用の 2.3L エンジンを搭載した高級志向のタイプ V がラインアップに加わった。先代と同様に BTCC に参戦した。エンジンは JTCC で用いられていた H22A 回が使用されていた。4気筒モデルはカリフォルニアの UREF 基準を世界で最初に満たした市販車である。7代目 CL7、8、9型、2002年から2008年まで販売。2002年10月10日、フルモデルチェンジ。先代同様に各地域へ異なるモデルを投入するコンセプトに変更はないが、日本仕様は欧州仕様と統合され、5代目以来の3ナンバーボディとなる。
目標とする月間販売台数はセダンとワゴンを合わせて5000台。北米仕様は大型化されて独自の設計となり、日本市場には後に4代目インスパイアとして登場した。日曜仕様の内外装を豪華にしたモデルは、北米ではホンダの上級ブランドアキュラにおいて TSX として発売されている。オセアニアではこの台から2系統が併売され、大型化された北米仕様と同等の車両がアコードとして、日曜仕様と同等のやや小ぶりな車両がアコードユーロとして販売された。ボディタイプは4ドアセダンと5ドアワゴンのラインナップに変更はないものの、 CD 値が 0.26 と空力に優れ、パッケージングの見直しにより全長、ホイールベースの大きな4代目、5代目モデルよりも居住性も向上している。シートの設計も全面的に見直され、運転席にはシクラ製のランバーサポートが追加された。ホンダインテリジェントドライバーサポートシステムハイ DS30部がオプションで装備できる。またメーカーオプションの純正カーナビゲーションはテレマティクスを採用したインターナビシステムとなり、以降のホンダ車にも順次採用されることとなる。エンジンは新開発された K 型エンジンで、排気量別に 2.0L の K20A 型と 2.4L の K24A 型の2種類がラインナップされている。連続可変バルブタイミング VTC を採用した IVTEC により全域で扱いやすいトルク特性となった。スポーツグレードのユーロ R 用の K20A 型は、高圧縮ヘッドをはじめピストン、クランクシャフトなどのパーツを変更し、ピークパワーが向上している。組み合わせられるトランスミッションは、ユーロ R には専用6速 MT、その他のグレードには S マチック付きの5速 AT が搭載される。欧州モデルには N22A 型 2.2L のコモンレール式ディーゼルターボもラインナップされている。日本では発売なし。こちらに組み合わされるのは専用の6速 MT。ユーロ R に際しては、各チューニングメーカーから様々なダウンサス等が販売されたものの、メーカー開発のノーマルにはジオメトリー変化が非常に少ない足回りを採用しており、あえてサスペンションを有効に活用させて荷重変動をしやすく、滑らかかつ限界時にはニュートラルステアに持ち込めるといった、実は稀に見る非常に手の込んだセットアップとなっている。同社として3度目の日本カーオブザイヤーを受賞し、同一車種の受賞回数は同社のシビックの4回に次ぐものである。日本のセダンステーションワゴン市場の減少で、2008年5月積み立ち時点の販売台数は平均4から500台程度に止まっている。2002年11月11日、200台限定の特別使用車、ビエラを設定発売は11月28日。24TL をベースに、専用色クリームホワイトのレザーインテリアやプレミアムサウンドシステムなどが装備されるほか、専用ボディカラーとしてプレジールグリーンが設定される。2003年2月27日、特別使用車、日本カーオブザイヤー受賞記念車を発売。24T をベースに、ハイ DS や VSA、雨滴検知ワイパーなどが装備されるほか、専用ボディカラーとしてデザートミストメタリックが設定される。2003年6月25日、助手席回転シートを採用した福祉車両、アルマスを追加。2004年10月21日、一部改良。24TL にエアロパーツや17インチアルミホイール、スポーツサスペンションを装備するスポーツパッケージを新たに設定。20E に代わって 20A を追加。ディープグリーンパールの追加など。2005年11月24日、マイナーチェンジ。内外装の変更と新ボディカラーの追加に加え、欧州仕様のサスペンションを持つスポーティーモデル、タイプ S がセダン、ワゴンに追加された。こちらは K24A 型エンジンと S マチック付き5速 AT のみの組み合わせである。2006年10月26日、一部改良。カーボンブロンズパールを新たに設定。同時にダークモカパールを廃止。2008年11月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2008年12月、
8代目と世代交代して販売終了。8代目 CU1 新潟、2008年から2013年まで販売。8代目の欧州仕様は2008年2月11日に同年6月より販売されることが発表され、日曜仕様の内外装を豪華にした TSX も春より販売されることが発表された。2008年6月、オーストラリアでは先代に続きアコードユーロとして K24A 型エンジンのみの2グレード展開で販売が開始された。2008年9月4日広報発表において、車両の挙動の乱れを安定方向にアシストする、操舵力アシスト機能モーションアダプティブ EPS が搭載されると発表された。2008年10月16日、11時、スペシャルサイトを公開した。2008年12月4日、フルモデルチェンジが行われた翌12月5日より発売。月間目標販売台数は1000台と発表されている。日本向け仕様はエンジンを全車プレミアムガソリンハイオク仕様の K24A 型に統一され、グレード体系は 24E、24TL、24TL スポーツスタイル、24IL の4グレードで FF 車のみラインアップされていた。なお、この台ではワゴンタイプのアコードツアラーのフルモデルチェンジも同時に行われた。2009年7月27日、東風ホンダ汽車が中国使用車をスピリア中国名オモエーとして発表。2011年2月24日、マイナーチェンジが行われた。2.4L 車は新たな専用装備を追加してグレード体系をタイプ S、タイプ S アドバンスパッケージに絞り、新たにレギュラーガソリン仕様の R20A 型を搭載した 20TL、20TL スマートスタイルパッケージを追加した。しかし、発売2週間後に発生した東日本大震災の影響もあり、プロモーションはすぐに終了した。2012年4月5日、一部改良が行われた。従来の 20TL スマートスタイルパッケージに代わり、新たにリンクアップフリー装備した専用通信機器を利用したデータ通信量が無料に、対応したホンダインターナビ、フルセグテレビチューナー、本革管ステアリングホイールオーディオリモートコントロール、ハンズフリーテレホン、音声認識スイッチ符などを標準装備した 20TL インターナビパッケージを追加。タイプ S は価格を据え置きながら、新たにリンクアップフリーを追加した。2013年3月、生産終了。同年6月に9代目と入れ替わって販売終了となった。今回のモデルチェンジでは、スタイルは先代を継承したが、ボディを大幅に拡幅して肩や肘周辺にゆとりを持たせ、フロントセンターアームの採用など、先代を超える快適さを目指した。ドライブポジションは操作性と調整自由度を広げ、シートはホールド性とステアリング操作を考慮した形状となる。専用の片側スポット溶接設備、工程を導入し、ルーフとピラーとの結合効率を向上させボディを剛性と静粛性を向上した。シャシーは低重心化を図り、高い運動性能と乗り心地の両立を図る。フロントピラーは4代目オデッセイと同様の構造を採用し、太さを 18% スリムにすることにより視界の向上を図った。前幅はグレードによってはインスパイアやレジェンドより広くなる。安全面では、サイドカーテンエアバッグなど6つのエアバッグや、VSA と強調し車両の挙動を安定させるモーションアダプティブ EPS を全グレードに標準装備している。合わせて事故保護性能と相手車両への攻撃性低減、歩行者障害軽減性能を従来より向上させたボディを採用した。先代と同様に、高速道路での運転負荷を軽減するアダプティブクルーズコントロール ACC、先代の IHCC をオプション設定し、ルカスを一部グレードに標準装備した。
もともとは2010年中に展開が予定されていた日本向けアキュラブランドへの移行準備のため、8代目北米仕様アコードを日本でもアコードとして発売する予定だったが、アキュラブランドの日本展開が白紙撤回されたため、インスパイア、アコードともそれぞれフルモデルチェンジを受けた。欧州仕様について、エンジンは K24A 型と R20A 型の他に 2.2L 直4ディーゼルの N22B 型がラインナップされる。2009年1月にディーゼルエンジンと5速 AT を組み合わせたモデルが追加された。この5速 AT はディーゼルエンジン用にホンダが独自に開発し、初めて採用したものである。タイプ S について、2009年ジュネーブモーターショーにてタイプ S が発表された。エンジンは N22B 型ディーゼルの高出力版で、ターボチャージャーやシリンダーヘッドの改良、インタークーラーの大型化により、最高出力は 150PS から 180PS、最大トルクは 350N 中黒 M から 380N 中黒 M に向上している。トランスミッションは6速 MT。外観では専用18インチアルミホイール、ウインカーのクリアレンズ化が識別ポイントとなる。9代目 CR5 6型2013年から2016年まで販売。 CR7 型2016年から2018年まで販売。2012年9月19日にアメリカで発売が開始された。2013年3月15日メディア向けに技術説明会が行われ、その席上において次期モデルが6月にハイブリッド専用車種として復活し、6代目以降シム基地に合わせて複数存在した車体も北米仕様と日本国内仕様とが共通になると報道された。2013年5月31日ホームページで先行公開した。革新的なハイブリッドシステム、スポーツハイブリッド IMMD を搭載し、燃費は 30.0km、LJC08 モードと発表されている。2013年6月20日、日本国内でアコードハイブリッド、アコードプラグインハイブリッドを公式発表。翌6月21日より販売開始。2015年7月10日、ナイジェリアのホンダオートモービルウエスタンアフリカの工場で生産開始。北米仕様について、2012年の北米国際オートショーでプロトタイプ2013モデルとしてセダン、クーペともに発表され、その後9月19日にセダンが、翌10月15日にクーペがアメリカ国内で発売。追ってカナダや韓国、ロシア、オーストラリアなどの各市場でも2012年から2013年にかけて順次発売されている。なお、中華人民共和国では2013年9月12日に弘基ホンダ汽車が9代目アコードを発売したが、中国使用車については大型化された独自のフロントグリルを備えている。ボディサイズは先代よりややコンパクトになっており、軽量化や運動性能の向上に寄与している。室内容量は先代よりわずかに小さくなったものの、ヘッドルームやショルダールームはほぼ同サイズで、リアレッグルームやトランク容量は大きく拡大した。フロントサブフレームは、アルミニウムとスチールのハイブリッド構造で、ホンダ独自の摩擦攪拌接合により、連続接合している。新世代の ACE アドバンスドコンパーティビリティエンジニアリング衝突安全ボディを採用し、高張力鋼板の使用率もアップしている。今回のモデルでは、エンジンはセダン、クーペともに直4 2.4L と V6 3.5L という2本立てこそ変わらないものの、アースドリームステクノロジーと称する技術を導入し改良された。直4は K24W 型直噴エンジンに一新して環境性能を大幅に上げるとともに、最高出力も 185HP としており、トルクも全域で大幅に向上した。バルブ挟み角は51度から35度に変更されたことにより燃焼室がコンパクトとなった。また、圧縮比は 10.5 から 11.1 と高圧縮み比化された。エンジン重量も先代より 3.5% の軽量化を果たしている。
ポーツセダンモデルではハイフローエキゾーストの採用により最高出力が 189HP と 4HP 向上している。一方 V6 基本こそ変わらないものの、旧排気ポートやアイブテックの改良により最高出力を 278HP にまで引き上げている。6速 AT モデルで採用される VCM は先代の6、4、3気筒の3段階からリアバンクの3気筒を吸収する2段階となったものの、アイブテックによる低速、高速域での吸気バルブタイミングリフト量切り替え機能が加わっており、実用域のトルクが大幅向上した。その結果3気筒での動作域の拡大が可能となり燃費アップにつながっている。アイブテックの切り替えタイミングは5150rpm となっている VCM 非搭載の6速 MT モデルは4900rpm。 3気筒での動作域の拡大に伴う振動に対応するため 28V 駆動の新型 ACM アクティブコントロールエンジンマウントを採用している。これらに組み合わせられるトランスミッションはセダン、クーペの EXL とセダンの V6 モデル以外では6速 MT が標準となっており、4気筒モデルでは先代の5速 MT からよりコンパクトな6速 MT に変更された。オプションでアコード初となる CVT が直4に、6速 AT が V6 に用意され、共にパドルシフトが備わる。なお、2013年には追ってプラグインハイブリッド仕様も追加される。最上位のツーリングセダンモデルではホンダ初の LED プロジェクターヘッドライトが採用され、 V6 モデルには LED のデイタイムランニングライト DRL が採用されている。安全装備については今回新たに設定されたものとしてレーンウォッチグラインドスポットモニターが挙げられる。これはドアミラーに内蔵されたカメラを使って車外の死角となる部分を室内のモニターに映し出し LED で知らせることで危険を減らそうというものである。同時に車線をはみ出した時にアラームで知らせる車線逸脱防止システムも装備する。2016年マイナーチェンジについて、フロントデザインは大幅に見直され、インラインタイプのフル LED ヘッドライト及び LED フォグライトが採用された。そのイメージは車両グレードに見合った高級かつ精巧なものになった。ホイールサイズは EX グレードで18インチが採用された。特筆すべき点はボディ剛性強化、振幅反応ダンパー採用、防音仕様の見直しによる乗り心地 NVH 面で大幅な改善が図られた点。改善効果は大きく、クラスに見合った NVH を得た。安全面でも改善され、ホンダセンシングが標準装備化。特に ACC は全車速度追従方式へ改善され、インパネ上部のセンターディスプレイに左後方を広くエースレーンウォッチ機能が追加。これは車両の左後方の映像をドアミラーに内蔵したカメラによりドライバーへ、視覚的に映像情報を伝える安全装備である業界初。ナビ配置は上段から下段へ移され、新たに Apple CarPlay や Android Auto の機能が付加され、車両のネット接続がより、促進された。シフトノブによるシフトワークは後期型から消失した。これはアコード初の変更ではなく、新型レジェンドで採用されたエレクトリックギアセレクターを適用したためである。新型 NSX2016-08 にも採用された。この流れは車両の電動化を象徴する変化である。実際アコードのパワートレインの主役はモーターであり、トルコンおよびミッション等のトルク伝達機構は存在しないため THV に近いと言える。エンジンとモーターの仕様も一部改善され、燃費も改善されている。トランクスペースは HV 用のバッテリーが小型化し、よりスペースが確保された。今回のマイナーチェンジではエクステリアと機能や性能面が大きく進化し、結果的にフルモデルチェンジと変わらないほどの変化が生じている。10代目 CV3 型、2017年から2023年まで販売。2017年7月14日に北米で秋の発売が予定されている10代目アコードを発表した。
外観は9代目よりも幅広く低くしたワイドアンドローとなり、フロントオーバーハングを短縮し、ボンネットは長く低くした。内装はホイールベースの拡大により後席足元スペースを拡大したほか、フロントピラーをスリム化。メーターは7インチ TFT 液晶となり、上級グレードには6インチのヘッドアップディスプレイ、ワイヤレス携帯端末充電器、NFC 近距離無線通信規格、車内 4GLTE Wi-Fi も搭載される。パワートレインは 1.5L と 2.0L の直噴ターボエンジンが用意され、トランスミッションは 1.5L 車が CVT、2.0L 車には重速 AT がそれぞれ備わり、スポートグレードには6速 MT が設定される。ハイブリッド車には、スポートハイブリッド IMMD が搭載され、インテリジェントパワーユニット IPU をコンパクト化して後席フロア下に搭載したことで、ガソリン車と同等のトランクスペースと 6:4 の後席分割加等を可能にした。安全面では安全運転支援システム、ホンダセンシングが全グレードに標準装備される。ボディ構造においては、次世代 ACE アドバンスドコンパーティビリティエンジニアリングボディの採用や、超高張力鋼板打下機能接着剤の適用拡大を行い、シャシーには可変ギアレシオ付きデュアルピニオン GPS とアコードでは初採用となるアダプティブダンパーシステムを採用。2.0L 車には、スポートとノーマルの2種類の走行モードを備えた、2モードドライビングシステムも採用。上級グレードやスポーツグレードには、19インチタイヤを装備した。10代目の年表。2017年10月18日、アメリカで販売開始。2017年10月27日、カナダで販売開始。2018年4月16日、中国使用者を販売開始。追って、同年10月25日、東風ホンダ汽車製造の兄弟社がインスパイアの名で発表、販売を開始した。2019年8月2日、日本使用者が2020年初めにフルモデルチェンジされることになり、関連情報をホームページ上に先行公開したことが発表された。2019年10月23日、第46回東京モーターショー2019にジャパンプレミアとして日本使用車を公開した。2020年2月20日に日本使用車のフルモデルチェンジが発表された。日本使用車は9代目同様ハイブリッドモデルのみかつ EX グレードのみのモノグレード設定となるが、エンジンを LFB 型に換装し、モーターに9代目ハイブリッドモデルと同じ H4 型とした2モーター方式のハイブリッドシステム EHEV を採用。 WLTC モード走行による排出ガス並びに燃料消費率に対応しており、平成30年排出ガス基準 75% 低減レベル性5つ認定を取得している。日本使用車では9代目2016年5月マイナーチェンジモデルで導入済みのホンダセンシングは後方誤り発進抑制機能とオートハイビームが追加された。ボディカラーは9代目から踏襲されるルナシルバーメタリック以外の4色が刷新され、プラチナホワイトパール有料色、クリスタルブラックパール、ブリリアントスポーティブルーメタリック、パッションレッドパールが設定された。なお、日本使用車はこの代よりタイホンダオートモービル生産による逆輸入車となった。2022年8月末、日本市場において販売不振のため3代目インサイトとともに日本市場モデルを生産終了。2023年1月31日をもって販売終了、およびホンダの新車情報の公式ホームページから削除となった。これにより日本市場におけるホンダの新車のラインアップから後述する11代目アコードが投入されるまでの間、4ドアセダンが一時的に消滅する形となった。11代目、2023年予定。2022年11月10日現地時間に、北米で2023年年初の発売が予定されている11代目アコードが発表された58。
10代目モデルよりも全長が約 70mm 伸び、キャラクターラインがよりシャープとなる。リアのトレッドも約 10mm 広くなった。キャビンは前長に対して後ろ寄りに配置され、リアピラーが傾斜され、10代目モデルよりもさらにファストバッククーペ風スタイルを強めた外見となった。メーターは独自の表示機能を持たせた 10.2 インチのデジタルメーターパネルとなり、ハイブリッド車には 12.3 インチのタッチスクリーンを設け、最上位モデルにはホンダ初となる Google ビルトインが搭載される。ナビゲーション、交通情報のアップデート、エアコンの温度設定などを音声操作で行うことが可能で、 OS やアプリのソフトウェア更新についても OTA オーバーザエアーにより可能となっている。パワートレインは 2.0L ハイブリッドシステムと 1.5L 直列4気筒ドア直噴ターボエンジンの2種類が用意され、ハイブリッド車は日本では11代目シビック EHEV に導入されているインディビジュアルモードが設定された。ホンダセンシング、視野角90度のカメラと視野角120度の広角レーダーの採用によって検知範囲が広角化され、二輪車を含めて認識能力を向上。白線や縁石などの道路境界線や標識などの認識能力やアコードで初となる渋滞運転支援機能トラフィックジャムアシストが追加された。北米以外にも日本を含めたグローバルでの展開も予定されており、各地域ごとに装備仕様が異なるため、今後各地域での詳細発表があることがアナウンスされた。2023年4月18日には上海モーターショー2023にてプラグインハイブリッドモデル E-Fe が発表された。先行して発表された北米仕様の EHEV に搭載されているエンジンをベースに、電動モーターと容量 17.7kWh のバッテリーを搭載している。パワートレインには 2.0L ガソリンエンジンを搭載し、電動モーター単体で 181HP を発生させ、システム全体では最高出力 203HP、最大トルク 335Nm を実現している。社名の由来について、英語で調和、一致、和解などを意味するアコードに由来する。自動車の理想の姿を人と車の中の調和に求めるという思想で命名された。本日の内容はいかがだったでしょうか。息には意外と知らなかった情報などはあったでしょうか。マニアックな車好きにはたまらない情報ですね。今後も発信していきますので、評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。